地震第2章。今日は地震が起こる仕組みについて一緒に学んでいきましょう。さあ、ここ日本は世界でも地震の多い国として有名なんですが、なぜ日本はこんなに地震が多いのかそれは日本の地下に理由があるんです。さあ、ちょっとこれ見てください。なんか日本列島がパズルのように4枚のピースに分かれていますね。これ何なのかというと、えー、地球表面を覆う 厚さ100キロくらいある岩盤。はい、これのことをプレートと言うんですが、このプレートが日本には1、2、3、4、4あるんです。ここにあるユーラシアプレート、ここにあるフィリピン海プレート、はい、そしてここにある太平洋プレート、北アメリカプレートと4つあるんですよ。で、このプレートっていうのは、はい、ここ、少しずつ動いている。すごいところに日本はありますよね。 この4つのプレートは少しずつ動いている。その動いているプレートの上に日本はあるわけですよ。これが地震を起こる原因を作っています。大陸が乗っているプレートのことをそのまま大陸プレートと言って海底を作っているプレートを海洋プレートということにしています。ではもう少し日本付近のプレートについて詳しく見ていきましょう。 まずここ、見てください。海底を作っているプレートなので、これは海洋プレート。そして日本が乗っているこのプレートが大陸プレートになります。この海洋プレートと大陸プレートがこう沈み込むこの場所。この場所のことを海の溝と書いて海溝と言います。この海溝、とても深いんです。日本付近にある日本海溝は最も深い部分で8000メートル。 海面から8キロも下に行かないと、一番下にたどり着かないという、そんな深さになっていますと。浅い部分でできる海溝のことはね、トラフと呼びます。南海トラフとか、相模トラフなんて言葉、聞いたことある人もいるんじゃないでしょうか。あのトラフというのは、浅い部分でできる海溝のことを言っています。まあ、そんな海溝がここにあると。そしてもう一つ、旅行って今こう、出てる場所がありますね。 これね、プレートのできる場所です。プレートがここでできて、左側に、右側にってこう、プレートが動いていきますよね。ここからこうプレートができて、はい、こっちは左側に、こっちは右側にと進んでいますが、このプレートができる場所、ここにも名前がついていて、はい、これを、海イと言います。さ日本付近ってこんな風になっているんですね。 さ地震ってどうやって起きるのかということなんですが、海洋プレートは1年に数千ンずつこのように動いています。で大陸プレートはまあここにあるわけですが、海洋プレートが動くことによって、はい、この大陸プレートはぐーっとこう引きずり込まれていく。この引きずり込まれることに耐えられなくなって反発する。この時、大きな地震が起きます。2011年に起きた東日本大震災は、 このようにして地震が起きました。また、日本の地下の浅いところでも弱い岩盤などがあると、この海洋プレートが動くことによって、ここでこう、押されますよね。それによって、この岩盤が壊れたりしてしまって、この部分で地震が起きたりします。これは地下が浅いところで起きますから、直下型地震なんてね、行ったりします。まあ、このようにして地震っていうのは起きるわけです。 はい、そうすると、この海洋プレートによく注目してみると、震源、つまり地震が起きる場所ですね、が浅い地震っていうのは太平洋側に多く。太平洋側は浅いですよね。 そして、震源が深い地震、どん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 深くなっていく、深い地震っていうのは、日本海側にどんどん寄っていくんですね。それはなぜかというと、この海洋プレートがこのように動いているからですね。この図がこうイメージできると、震源が浅い地震が太平洋側、どん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 深くなっていく方が日本海側と分かっていきますね。さあ、 こんな地震を引き起こす。今ちょっとちらっと話したことなんですが、岩盤に大きな力が加わることによって、大地がずれる。これを断層と言います。この断層を大きく分けて3つ。これもこれもこれも断層です。何が違うのか、はい、ちょっと見てください。はい、引っ張られることによって、ドーンとこう重力に従って落ちる。これは、やっと、上に上がってしまう。 はい、これは横にずれる。はい、こういった違いがあります。はい、これは引っ張られることによってドーンと落ちる。はい、これを正断層と言います。そして、はい、これ、押されることによって重力に逆らって上に上がってしまう。はい、これを逆断層と言います。そして最後、はい、横にずれる。ということで、横ずれ断層と言います。 まあこのように3つの種類にこの断層っていうのは分けることができると。さあ、地震とどんな関係があるのかということなんですが、今後も活動して地震を引き起こす可能性がある断層っていうのが日本列島には各地にあるんです。この断層は活断層って呼ばれて、えー、さっきちょうどちらっと言ったんだけど、こういった場所ね、弱い岩盤なんてさっき言いましたが、こういった活断層、 というものがあると大きな力にこの岩盤が耐えられなくなって岩盤が破壊されたりずれたりすると大きな地震が起きるこれは震源が浅いところで起きるのでその上に大都市とかがあると大きな被害をもたらします例えば1995年に起きたね阪神淡路大震災というものがあるんですがこれもこの首都直下型地震というもので大きな被害をもたらしました ということで、この断層っていうのは、地震をね、起こすきっかけを作るものになっています。さあ、最後に地震による災害についてです。さあ、一つ目。震源が海底の時、海底が大きく変動して発生する大きな波。はい、これを津波と言います。えー、先ほどのこの図をちょっと見ていきますか。海洋プレートがこう引きずり込まれる。 それでこの大陸プレートがそれに耐えられなくなって、ボーンとこう、反発する。はい、その時に、ぎゅっと海面も押し上がって大きな波が発生して津波が起きると。そういう仕組みなんですね。これも波が高いとね、大きな被害をもたらすものです。はい、そして、地震により大地が振動することによって地盤が柔らかくなる現象。はい、これを液状化と言います。 水分を多く含んだ土地なんかで起きやすいんですが、まあ普通の状態の時っていうのは、まあ砂や、まあ水ですね、水分が、まあうまく混ざり合った状態で、まあこう、地下の中にあるわけですが、これがこう、揺れることによって、振動することによってどうなっちゃうかっていうと、この砂とかね、土の部分は、まあこうやって下に固まって、で、水の部分だけがこう上に、 分離分かれてしまう。そうすると、その土地はね、水浸しになってしまったりするわけです。それが液状化というものです。まあ、これ以外にも、地滑り。斜面に割れ目が入って岩盤の一部がこう滑り落ちるものですね。あと、土石流。山の津波なんて言われたりしますが、上流の土砂が水と混ざり合って下流に一気に流れ込むっていうね、そういったものも地震の被害として挙げられます。ということで、 今回は地震が起こる仕組みについて一緒に学んでいきました。